はい、どうも、かきです。マイライフやっていきます。今はね、プロ初登板を控えたね、昼間だね。プロ初登板は、京セラドームです。ヤクルト対阪神かな。一応、パート1では、オープン戦やって、無安打で抑えたので、開幕1号を勝ち取りました。そして、第1戦、2戦、3戦やって4戦5戦目でプロ初登板っていうね、5番目のね、先発としてね。誰があとは先発誰なのかな。どうやって見んのこれ。これどうやって見んだろう。チームデータこれで見れるか。先発1234で5人目だね。ブナキャンもいるわ。1、2、3、4、5人目か。平井は、中継ぎか、これは。ということで、5人目の先発としてね。これ強い、こいつ。5人目の先発として、ちょっと期待されてるのでね。ルーキーで、開幕じゃない。プロ初登板、プロ初先発、プロ初勝利を飾りたいと思います。そしてね、プロ初完全試合をね、ちょっとね、やりますよ、僕は。僕は完全試合をやりますよ。阪神のオーダーは、糸井、北条、高山、福留、原口、キャンベル、鳥谷、坂本、青柳。おー。バレンティンがいないんだけど、ちょっと。で、ファーストが西田なんだけど。バレンティンいないし、畠山もいないし、なんなの、守備重視できたの、守備重視で。ちょっともっと援護しと援護、プロ初勝利したいんだけど。まあ、京セラドームといえばね、近鉄のね、まあ、近鉄が本拠地にしてたのは大阪ドームだけどね、こうなるとやっぱちょっと湧いてくるね、気持ちが。やっぱり近鉄ファンとしては、プロ初登板が京セラドームっていうのはいいね。5番ショートおびきって投球練習でいろん、よし、こうプロ初登板、初めての球はストレートでした。うわ、カーブめっちゃ曲がんな、今日絶好調やからか。アウトコース、アイナイスで、インコースにカーブ、あー、ノーヒットノーラン終わった。完全試合とノーヒットノーランが同時に終わった。走ってくるでしょ、俺。初球ストレート。速っ。よし、いきなり。はい、へいへいへい。今シーズン初盗塁。やばい。いきなり失点するわけにはいかないからね。ちょっと高め1球外そう。振らないか。チェンジアップ。オッケー。で、ここにストレート。オッケー、ナイスピッチ。高山はね、ボール球振ってくるからね。危ね危ね。まあ、今のボール球だから打ってもファウルにしかならないわ。ここを攻めていきたいね、このボール球の。ボール1個の出し入れをね。で、ここでさっきのところに。おお、よう見たな。アウトコースにチェンジアップいこう。ボール球だよ、ボール球だよ。なんで打ったの。さすが高山だな。ボール球を打ってきた。あー。くしゃみそう、くしゃみしてきました。よし、ここはもうファーボールでもいい、そういう気持ちで攻めよう。福留だからね、ファーボールでもいい気持ちでいこう。うわ、インコース投げるの怖いな。打てないか。これでゲッツ。どうしよう。ストレートか。いや、カーブをインコースに。オッケー、ナイスピッチ、マンジー。いや、今のはすごい。で、ここだよ。ここで打たれたら意味がないんだよ、今ので。今のをせっかく抑えたんだから、ここは慎重にね。初球チェンジアップから入ろう。落ち着いてるね。ルーキーとは思えない落ち着きですって言われてるよ、多分今頃解説の誰だ。
阪神の解説吉田芳雄に言われてる。吉田芳雄に変化球はアウトローへ、ボール、カウンター2ボール1ストライクです。うわーボールか今の。あーファーボールか。まあいいまあいい。3割バッターをね打ち取るよりね0割7分7厘を打ち取る方が簡単だからね。ここはね軽くね打ち取っていきましょう。まあ、もう追い込んだからね。高めに外した1球。もう全然ビビらないな高め。ってことはじゃあインコースに。オッケーナイス。アイナイス。ちょっとビビった。ボール球にするつもりがボール1個分中に入ってしまった。よし2回。鳥谷顔似てないな。鳥谷はまあ外でしょう。まあアウトコース投げてたわね。大丈夫大丈夫。ここでスローカーブをボール球。おお見逃すか。ストレートアウトコース高めに。はいナイスピッチ。もう坂本インコース攻めよう。パワーないでしょとか言ってたらいきなり打たれたね。やべ、舐めたらダメだった。まあ、バントしてくるし、バントシュートしてください。お願いします。てか、バントシュートの指示はできるんだ。ゲッツーゲッツー。おいおいおい、テッド。テッドじゃないか。お、大引きか。糸井が一番って怖いな。長打があるしな。てか、俺、守備の指示はピッチャーができるんだね。長打警戒してもらおう、長打警戒。オッケーオッケー、長打決壊してよかった。ここでね2番にね打てないバッターをね置くっていうのがなダメなんだよ。やっぱ2番に打てるバッターを置くとこういうチャンスでね点が入る確率があるんだけど、こういう北条、まあ、北条が打てないとは言わないけど、まあ打率見たらやっぱり打ってないじゃん。そういうバッターをね2番に置くっていうのはあんま良くないね。まあ三振するでしょう。これはここは三振取ろう。オッケー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 。毎回ランナー背負ってるけど2回でヒット4本打たれて、オッケー初打席ホームランとホームラン、初打席プロ初打席ホームラン。あープロ初打席初ホームラン狙おう。二刀流としてのね片鱗を見せないとね。バントするバント。おい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 、ピッチャーだぞお前。二刀流だからといってピッチャーだからな。今日はピッチャーとして出てるからな。おい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 、バント警戒してんぞ、バント警戒。おい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 、ピッチャー、へいへいへい、へいビビってんのピッチャー。カットしよう、こっからは。あれ、あランナーはできないのか。てかまあ設定してなかったんか。2点入った。そうか、高山空き打ちついてんのか。はい、ナイス、山田哲人。いいね、守備うまい。ゴールデングラブ取ってほしいね、山田哲人に。まあ、菊池がいるからね。山田哲人が下手くそってわけではないけど、菊池がすごすぎるっていうので、あー、センター、雄平かよ。センター、上田でライト、雄平の方がいいと思うんだけどね。まあ、福留、盗塁はないから、スローカーブ、ボール球で、ボール球で、エラー？エラーだ。まあエラーならしょうがない。これ自責点つく？自責点つくな。ワンアウトだし、ツーアウトだったらつかなかったけどね。インコース投げんの怖い。オープンスタンス相手にインコース投げんのめっちゃ怖いんだけど。インハイ。オッケーオッケーオッケー。で、これでアウトコース低めにチェンジアップ。はい、ナイスピッチ。これでもう自責点つかないよね、打たれても。もう自責点つかないでしょ。で、アウトコースにスローカーブ。これを入れたいね。今の入ってるくない？これ、これ見て、これ。これストライクでしょ。疑惑の判定だ、これは。はい、ナイス。パワーが足りない、鳥谷さん。筋トレしてきてください。海老蔵にね、腕立て伏せ勝ったからってね。そんなダメだよ、やっぱり。もっと筋トレしないと。あ、今の打てた。喋ってなかったら打てた、今の。ああ宇宙間へのフライですが、取りました。これでワンアウト。もったいなかった。送りバントしたかった。しかも0点だし。
坂本はね、軽く打ち取ろうぜ。ストレートで軽くねじ伏せる。やっぱこういうバッターをね、力でねじ伏せないとね、将来プロで活躍できないからね。と言いつつチェンジアップ。おいおいおい、ヤクルト守備陣ちょっと不安だな。松田代打出さないの、謎の。なんで2点ビハインドで4回で代打出さないっていう。てか青柳変わんの早くね。あれサウンドじゃない、スコア3回69球で変えられんの。金本も結構短期だね。引き換えはどう。今僕の私は3回3分の1、63球、球数多いな。被安打5、四死球1、球数多いな。さっき何投げたっけ。まあいいや、チェンジアップ。もっと打たせるピッチングを身につけよう。目標は打たせて取るピッチングだね。糸井にめっちゃ打たれてんだよね。どうしよう、糸井。もうスローカーブ攻めだね。ストレートで勝負。インローに勝負するか。インロー勝負しよう、ストレート。おい、ナイスピッチ。138キロ、危ねえ。結構甘いコースいったからな。北条か。ああ、ちょっとスタミナがなくなってきたのかな。コントロールが荒れてきてる気がする。球速もちょっと落ちてるしね。球数減らしたいな。OK、OK。打ってくれた。球数が多いわ、やっぱり。おお、こんなもんできるんだ。あとなんかない。あ、ウエストとか。あ、ウエストじゃない。全力ストレートじゃない。連続じゃない。高めにストレート投げようか。あ、高山ってパワーあんだっけ。パワー D か。でも 58D58 あるからね、そこそこあんな。おお、ラッキーラッキー。チェンジアップで三振だ。プレヒッターか。ということはアウトコース低めにストレート。あー、チェンジアップ。インコース低めにチェンジアップ。おお、あ、うまいな。オッケーオッケー、ナイス。こいつは怖い。福留、高山、糸井が怖いな。ホームラン狙ってるでしょ、これ絶対。ツーアウトランナーなしって。オッケーオッケーオッケー。福留に単打はオッケーだから。今日まだ長打一本も打たれてないからね。やっぱ長打打たれないことが大切だからね。ハイボールヒッターついてね。あえて高めに投げてみよう。はい、ナイス。打ち気をそらすスローカーブからのインハイに。あ、ミスった。あー、取れないか。あ、これ帰ってくるんじゃない。危ない危ない。坂口よかった。バレンティンだった。帰ってきた。やっぱ高めがダメだったね。低めに投げよう、低めに。やっぱ野球の基本はね、アウトローだからね。ノムさんも言ってたからね。基本はアウトローって。俺はアウトローに投げる、アウトローに。アウトローで投げて、これで5回か。勝利投手の権利あるからね。インハイに1球。OK。で、アウトコース。あー、やばい。インコース低めに。あー、抜けたか。あー、プロ初失点。今のはチェンジアップがボール球だったら負けだったね。1球前のチェンジアップがボール球になったのがダメだった。取って。はい、ナイスショート。いいね、オブキー。これが This is プロ野球だよ。6回、この回で終わりかな。あー、ちょっと狙いすぎだね、際を。もうちょっとアバウトに投げていくか。アバウトに行こう、アバウトに。あー、もっとアバウトに。アバウト打たれる、打たれそう、打たれそう。スローカーブ。はい、ナイス。このスローカーブがいいブレーキングボールとしてね、ピッチャー交代された。そしてヤクルトの中継ぎが追いつかれました。あー。おいおい、なんでお前そんな顔で帰ってくんだよ。俺のプロ初勝利を。プロ初勝利を。
5回3分の1失点。どうなんだろうね、評価としては。勝利取るはずだったか残念だったか、リリーフ陣にはよく行っていくぞ。おー、さすがマナカだ。自責点1。オッケーオッケー、いいね。評価上がった。やったぜ。スワローズの桐ヶ谷選手が初打席を記録しました。または初スタメン初登板を記録しました。へえ、ファンが111人増えた。テレビを見ることにした。ズバンズバン。今のは誰、シノンちゃんかな。髪の毛青かったし。シノンちゃんかチノちゃんだね、今の。一軍にも慣れてきたか。次の登板でお前に一軍に実力があるかテストしようと思う。ここでいい曲からすればローテーション候補としての道も見えてくるだろう。え、俺ローテーション候補じゃなかったの。え、俺ローテーション候補じゃなかったんだ。ミッションスタート。ローテーションの一角へ。え、俺ローテーションの一角じゃなかったんだ、まだ。残り期間中に登板した試合を3失点内で抑える。え、残り1試合を3失点で抑えたらいいんでしょ。3失点か。3点じゃないんだね。3点じゃない、自責点3じゃなくて3失点なんだね。ちょ、俺野手として出れないの。野手として、ちょ、野手として出してよ。ちょ、ショートで出して、ショートで。3連敗おお、勝った。これなんだろう、先発でやると勝手に飛ばされんの試合。何今日は花見大会。へえ、神宮の花見大会か。え、4月に花見大会。あ、朝花見、花見大会ね。俺花見大会だと思ってた。何しようかな。奥井と練習しよう、奥井と。一軍のね、選手と練習することによってね、奥井の能力もね、どんどん上がっていくと思うんでね。まあ将来奥井にね、お、こんな経験、めっちゃ経験値上がるじゃん。奥井と練習すると。この経験を生かしてほしいね。二軍の奥井くんにね、一軍の選手と練習できるね、ありがたみをね、もっと分かってほしいよ。なあ、奥井、練習しようぜ。奥井は、暇なのかな、この時間帯。二軍の試合ないのかな。だってこいつ野手でしょ。引き替えは、引き替えじゃないわ。霧ヶ谷は、キリト君はピッチャーだからね、いいけど、こいつあれだよね、野手だよね。試合とかないのかな。よし、じゃあ今日ここで終わるか。見てくれた皆さんありがとうございました。次回ローテーションの一角へ。